今回からなんかデニールがちょっと分厚くなって、もうワンランクごつくなってる感じかもしれないですね。それ以外のデメリットじゃあ何なんですかって言われたら、完璧に仕上がってる完璧のフィーじゃん。はい、本日ですね、進化しているアークテリクスのベータジャケットをご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらがですね、2024年の春夏から新モデルとして出てきたベータジャケットにはなってるんですけども、このジャケットってずっと出続けててめちゃくちゃ人気なんですよ。てかアークテリクス一番人気なんてこのジャケットなんですよね。だからおそらくこれを見ていただいてると思うんですけども、ノースフェイスで言ったらマウンテンジャケット、もうこれが完成されたジャケットで、アークテリクスで言ったらおそらくベータジャケットが一般受けするジャケットになってるかなと思うんです。ただこれね、やっぱ見てみて久々に僕来ましたけど、やっぱこれめっちゃ人気な理由わかるわっていうところが随所に込められてます。まあ多少の仕様の変更とかあるんですけど、まあ、そういうところを見ていきたいなと思いますね。ちなみにこっちが旧モデルのタイプ、旧モデルになるんかな。ロゴとか見てもらったら分かると思うんですけど、新モデルのやつってもうアークテリクスってロゴ入ってないんですね。でこの旧モデルの方はアークテリクスって入ってるんですけど、こっち着てる人は新型というか2023年の秋冬からこのモデルになってるので、2024年も継続してこのロゴがないバージョン。じゃあアークテリクスでどこ行ったんって言ったら、このフードのとこにね、ここにアークテリクスって書かれてたりするので、まあ、この辺がちょっと変わってます。これに関してはアメリカモデルも全く同じで、僕もこの間ロサンゼルスで見てきた時もこれが売ってたんで同じような感じですね。で今回の生地の変更とかがあるので、一応まあサイズ的にはあんま変わってないと思うんですけど、僕がね M サイズで着用しております。身長178センチで、体重が今ちょっと減量中で66っていう感じなんで、赤西仁さんと同じ身長ということでやらせていただいておりますので、こんな感じですね。まあだいたい日本のサイズの1個下買えば全然問題ないと思います。アメリカのアークテリクスも日本のアークテリクスも全く同じものなんで、ノースフェイスみたいにノースフェイスのアメリカと日本のやつが違うってことはないので、まあもうほんまに同じような感じで、いつもよりワンサイズ下でいいかなと思います。で生地感に関しては、今年から今回からなんかデニールがちょっと分厚くなって80デニールになったらしいんですね。で80デニールなったんやってなった時に、まあ、パッて僕イメージするのは、あ、じゃあちょっと張り越し強くなったんかなみたいな感じで思ってたら、まあ確かにそんな感じです。前回のとかやったら40とか、そういうもうちょっと薄い感じだったんですけど、それに比べるとこれが前回の方の質感で、まあ、今回の方がこれなんですけど、はっきり言って見た感じってそんな違いないと思うんです。前回までの方がよりこうしなやかな、ちょっと柔らかい感じになってて、もうちょっとこっちの方がちょっと張り越しがあるような形になってますが、40から80デニールまでいったからめっちゃ分厚なったんかなと思ったら、そんなに 1.5 倍ぐらい、倍くらい分厚なったっていう感じはあんまりないので、あ、じゃあ多少ちょっとこう張り越しが出た感じなんやなと思っていただけたらいいと思います。だから今までとかこのベータジャケットって結構薄かったじゃないですか。それこそこの辺のノースフェイスのクライムライトジャケットぐらいのなんか薄さかなとかって思ってたけども、今回の80デニールに行くことによってマウンテンライトジャケットよりも分厚になってます。マウンテンライトジャケットが70デニールなんで、まあ、ただこれに関してはちょっと裏技があって裏地がついてるとかって言うと、裏地入れるともっと分厚いんやけども、まあちょっとそんな話は一回置いといて、サイズ感こんな感じですね。一番上まで上げてみると、今回思ったんがね、まあ、前回からかもしれんけど、フードがすごい綺麗になってるんですよ。なんでなんか分からんけど、このフードのところがペタンとならんようになってて、なんかこの手の薄いタイプってフードがもうペタペタなのがいつも嫌やなと思ってたんやけども、このあたりはパターンの変更じゃなくて、おそらく生地が分厚くなったそのメリットがこういうところになんか反映されてるんかなと思うんですけど、ちょっと旧モデルも着てみましょう。旧モデルも M サイズで着用してるんですけど、確かに着比べると全然生地感ちゃいますね。もう仕様はほぼ一緒ですよ。仕様はもうこの手首のこういったベルクロの形とか、こういうラインとかももう全然一緒だし、使い心地はあんま変わらへんねんけども、触ってたら分からんけども、着たら確かにちょっともうワンランクごつくなってる感じかもしれないですね。前回のやつとかも結構なんかフードがこう中にこれ入ってる、芯入ってるからあんま折れなくなってたりするんで、まあ、このあたりはさすがアークテリクスやなって感じますよね。ノースフェイスとかは智弁和歌山状態になっちゃってるから、まあこういう状態ですよね。あのマウンテンパーカーでこのフードペタンコのやつってめっちゃ萎えるじゃないですか。やけどこういう薄いやつどうしても仕方ないなと思ってたんやけど、帽子ボヨボヨになってるやつね、だいたい小学校1年生から野球入って小6になったらみんなこんなぐちゃぐちゃになってるんやけど、アークのやつこれ僕もう2年ぐらい前なんかな買ってても全然フードのとこへだれてないので、なんかアークテリクスってね、なんか高いっていうイメージ皆さんあるじゃないですか。で確かに実際もねノースフェイスよりも高くて、これで68,200円なんかな。値段的には多分ノースフェイスの 1.5 倍とかぐらいはするんちゃうかなと思うんですけど、まあ、実際アメリカでもパッて僕見た時もね、アメリカのノースフェイスとアメリカのアークテリクスでもあのドルで同じなんですけど、それでもアークテリクスの方がちょっと高い感じだったんで、まあ、日本ほどこんだけ値段 1.5 倍も開いてないけど、100ドルぐらい高いかなっていうような感じだったんで、多分そういうね層をターゲットにおそらくしてるんかなとは思います。で前回のやつも今回のやつもそうなんですけど、この内ポケットがこれニット状態になってますね。これニットになって入れるような感じになってますので、新しい方を見ても、まあ、全く同じような感じなんで、そんな違いっていうのはないですね。先ねこれ着てねチャリンコ乗って家帰ったんですよ。で着てる感じとかも、まあ、そんなに今までとあんま変わらんなって感じな
ないけど、着比べると、あ、厚み若干ちゃうなっていう感じです。でもちろんこれもね、ゴアテックスを採用してるので、まあ、こういうところにこっそりゴアテックスって入ってますけども、もちろん防水防風で自転車の時とかでも濡れることは全くないし、バイクの時でも濡れることないし、雨風をしっかり守ってくれるっていうところで、このゴアテックスっていうところもそうなんですけど、ベータジャケットが人気な理由って、もちろんゴアテックスだけじゃなくて、もちろん色がかっこいいとか、あの都会的とかっていうのもあるんやけど、それ以上に多分次の特徴が一番街中で人気な理由やと僕は思ってるんですよ。それちょっと言っちゃっていいですか？ちょっと聞いてほしいんですけどね。それ何なんかっていうと、この1着でね、375g なんですよ。それがどうしたんって話だけど、まあ大体缶ビール1本分かな、それぐらいの重さなんですけど、80デニールで 375g なんですね。でちょっと待ってくださいね。これノースフェイスのマウンテンライトジャケット、これ70デニールなんですよ。でこれに関しては 785g あるんですよ。だから単純に倍ぐらい重さはあるんですよね。その代わり機能は搭載めっちゃされてますよ。ジップインジップって言って、この内側でファスナーつけるとかもできるし、もっと言うとボタンの数が多かったりファスナーの数が多かったりするから、資材の分が多いので重たくなってくるっていうのはそうなんですけど、多分このアークのベータジャケットを選ばれている理由って、とにかく軽いっていうところが一番だと思うんですよ。で軽いのにちょっと天候悪くなったとか、ちょっとこう雨降ってきたってなったらとしても全然カバーできるから、街中にも溶け込むし、それで着てて疲れないし、で機能性もある、めっちゃええやんっていうところで多分人気なのなって思うんです。ちなみにクライムライトジャケットはこれ確か20デニールかなんかで結構薄いんですけど、これで 310g って考えた時に、20デニールで 310g でしょ、でこっちが80デニールで 375g でしょ、その差 65g しかないんですよ。って考えたらめちゃくちゃ優秀っていうか、軽いのって正義って思うじゃないですか。こう着てて、もちろんレザージャケットとかって着ててわざわざ着てる時もあるんやけども、こういう軽いジャケットってこう着てるか着てへんかわからん感じてね、あ、めっちゃ使いやすいなっていうのがあって、多分人気やねんなって思うんですけども、これはね、買わんでもいい人っていうのも正直いてると思うんですよ。それが何なんかというと、おそらくこれ見ていただいてる方の中でもベータの旧モデル持ってるんです。もっと言うとゼータ SL も持ってます。これね、遡れるんですよ。今これベータジャケットじゃないですか。で旧ベータジャケットじゃないですか。でもう一個前に言ったらベータ SL っていうのがあったんですよ。もう一個前に言ったらゼータ SL っていうのがあったんですよ。でね、それを持ってる人からしたら性能の違いないんですよ。もうほぼほぼない。正直40デニールか80デニール、確かに比べたら違いますねとは言ったけども、こんなん分からないんですよ。着て1分もしたらこれが分厚い方か薄い方かって言われてもあんピッとこないんですね。だからもうすでに持ってはる方はわざわざ買い直す必要全くないなと思うんですね。それやったらちょっとこの後も動画撮ろうと思ってるんですけど、この夏全メンズが買うべきアイテムとかで、例えばこういうスニーカー買って、まあ、こういうファッションの時にちょっとこんな感じで合わせるとか、あ、これちなみにあのジョブズが愛したスニーカーですけども、でこれよりもいいモデルとかやったら、多分あのゴアテックスのニューバランスのスニーカーもあったりとかするし、もう持たれてる方はもう全く買う必要ないと思うんですよ。だから僕も今までこれ持ってたから、もうレビューええっしょって正直思ってたんですよ。だけど分析の人から、いや、タクゾーさんはアークテリクスとノースフェイスで知られた方非常に多いから、ぜひやってくださいって言われて、わかりました、すぐポチりますって言って、ポチってやってるだけなんで、まあ、個人的にはもう持ってはる方はいらんよね。でもそれ以外のデメリットじゃあ何なんですかって言われたら、全くない。完璧に仕上がってる、完璧のピーちゃん、もうこれ以上の上ってないんちゃうかってぐらい仕上がってるんですよ。で何が仕上がってるかって、例えばこれ今 T シャツの上から来たんですけど、例えば秋冬とかになってちょっと寒なってたり、こういうインナーダウン着る時ってあるじゃないですか。でこういうインナーダウン着たとしても、この上からパッて羽織って着ちゃえば、今ちょっと前開けてますけども、着膨れすることなく冬場でも着れちゃうんですよ。でもっと言うと運転とかも、ダウンで運転きついなっていう時なんかも、これぐらい薄着やったら結構着れるし、太陽の温度としては最低下が5度ぐらいまでは全然いけると思いますし、まあもっと言うとこれ薄くしていたら20度ぐらいまでいけると思うので、雨の日とかね。だからめちゃくちゃ使えるシーンが広いっていうところも、もうとにかく悪いところがない。なのでおすすめの人としては、どういう人がおすすめなのかっていうと、これはね、登山ブランドやから登山やと思われる方多いんですけど、実は最も街向きに作られたのがこのゼータジャケ、あ、ベータジャケットなんですよ間違っちゃった。なのでさっき言ったような感じでね、ちょっとこんな感じでラフな感じでコンビニ行くとか、ちょっと車運転する時なんかもうこんなんでいいんですよ。でこれぐらいでパッて行って車運転したりとかしたら、あ、ちょっとなんか洒落たパパやなって感じになるじゃないですか。で仕上がってるし、それ以外にやったら通勤とかお仕事行かれる時とかで何がいいかっていうと、さっきも言ったけど軽いんですよ。で軽いのは何がいいかって言ったら、例えば雨が止みましたとか暑いですってなった場合、こういうリュックとかにぶち込めるんですよね。わー、ちょちょ途中で暑なってきたわーってなった時に、ポッパーって脱いであげて、これで几帳面な人はこのフードの中に全部ぶち込んでいくんですよ。そしたらこの大きさなんですね。このフードの中にシュッて入るから、そのままカバンの中にぶち込めると。でもめんどくさい人は別にフードなんかに入れんと、くしゃくしゃにしてね、入れちゃっても全然いいんですよ。ただこれがマウンテンライトになったらそうはいかないんですよ。これ入らなくなってくるんですね。え、たったこ
これ300何グラムと700グラムのその違いで入らへんくなってくるの。そうなんですよ。これマウンテナイト持ってる人みんな首あ今もげてるでしょ、うなずいてるでしょ。いやもうほんまそうやねって、これマウンテナイト抜いた時どうしようか迷うねんって。だいたいマウンテナイトの行き先ってこうなるんですよ。でこれ以外ないんですよね。かもしくはおじさんの場合はこのスタイルね、このスタイルになるか。だからどっちかしかないんやけど、ベータジャケットの場合はリュックにぶち込めるっていうところあるし、もっと言うたらボディバッグでちょっと大きめでもぶち込めるっちゃぶち込めるので、意外とこれ待ち向きなんですね。で特にどういう時が向いてるかというと、やっぱ通勤とかもう毎日何も考えずルーティンでこの1着だけパッて持っていく、もうそれだけで OK になってるのがこのベータジャケットになってるんですよ。まあこれでこういう感じでね、ほな行ってきまーすって言って行ってきて、でチャリンコ乗る時にピュッてこれ来て、で明日なってきたなと思ったらピュッてやってこれカバンぶち込んで、でもちろん通勤じゃなくてちょっと休みの日にあの子供の送り迎えとか、子供の水泳の送り迎えする時なんかは、ほな行こうかー言ってこれぐらいでこう車運転してあげて、あじゃあスイミング頑張っといでーって言ってまた迎えに来るわーなんて言ってる、すんこんなもんかっこいいじゃないですか。だからまあとにかく仕上がってるということなんですよ。でこれ聞いて皆さんね、なるほどそういうことね、だからベータいいんやってなったじゃないですか。だからこれね、あのもう一個上のランクとかもあるんですよ。だからマッチで着るのは一番これがスタンダードモデルでよくて、さらにもう一個上とかがあって、それが何だかってベータ LT っていうのがあるんですね。でこれ今年からモデルがちょっと変わってて、直営店限定でしか出てないモデルがあるんですけど、それとかやったらもうちょっとベンチレーションがついてきたりとか、より登山にちょっと特化してくるし、もう一個上もあるんですよ。でそれがベータ AR っていうのがあるんです。それに関してはゴアテックスではなくてゴアテックスプロっていうもう一個上のランクの快適というか、より強度のあるゴアテックスが使われてたりするので、一番これが低スペックというか、一番これ街で十分ですよねっていうラインになってるんです。だからアークテリクスのベータラインの中でも一番これ街向けとして作られてますよっていうところになってるので、いやいやそれ登山で使われへんでとか言う人いねえねんけど、登山は AR に行けっていう話なんです。 AR は10万ぐらいするから、もうそっち行ってくれたらそれ解決するし、もっと言うなら LT でもいいよっていう感じなんやけども、むしろこれは街で来てくださいと、もう街のように合ってるんですよっていうのを、アークテリクスの店員さんこれ合ってますよね多分ね、そういう風になってますので、まあアークテリクスのこのベータジャケットが人気な理由っていうのはそこなんですよね。余計な機能がついてないから、軽くて持ち運べて、いろんな街中で私服でも着れて通勤でも着れるっていうところがいいんじゃないかなと思います。そしてまあ今回から80デニールに分厚くなったっていうところなんで、対応できる期間がちょっと長くなってるって、今までとかってもうちょっと薄かったんで、本当に梅雨時期とかからほんま秋のちょっと肌寒くなるぐらいまでやったんやけど、80デニールにちょっと分厚くすることによって、まあ4月の下旬ぐらいからもうちょっと11月ぐらいまでぐっと伸びてきたんで、これ持ってないっていう方は何にも考えんでいいから、いつもの自分のサイズより1個下をカートに入れてクレジット入力して待っとくだけで OK です。買ってない人はね。で買ってる人はもう別に買う必要全くないと思います。でその40から80の違いのデニールってもう正直あんま分からへんから、いいように言えばちょっと広がったとは言ったけども、そんなに違いあるんですか拓造って言われたら、ない、はっきり言うけどない。だからもう持ってる人は買う必要ないと思いますので、そういったことで、まあ、逆に今まで持ってたんやけども、あ通勤の使い方してないわとか、あリュックでぶち込んでフードのところにぶち込めるのってこれ新型だけじゃなくて旧型もできんねやってなったら、まあ、そういう使い方もね、ぜひぜひやってもらったらなということで、本日はですねアークテリクスの人気ジャケットベータジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。